さあ皆さんお待たせいたしました私ボイストレーナーうつゆうい一が勝手にジャニーズ歌うまランキングトップ10を作っている動画いよいよ第2位の発表の日になってまいりました、えー、皆さんがね、えー、推しのメンバー、えー、ファンの方ねまだ名前が出てきてないとなってくるとですね2位か1位またはもう10位以下11位以下となってしまうというですね非常にまあ 過酷な心境の方もいるかもしれませんけれども早速いきましょう私が勝手に選んだジャニーズ歌うまトップ10第2位はキ,ンキ,キッズ堂本剛さんでございます <laughs> <laughs> えー、3位の京本大学の時もお話ししましたけども堂本剛君に対するコメントもですね非常に多く頂い,いております で、えー、正直明日発表させていただく1位の方とですね私は最、えー、最後の最後のままでで悩んでおりました、えーえー、もう1位2位はです、ね、正直どちらでも言っちゃいいのかもしれないですけれども私がつけさせていただく以上ですね、えー、理由をやっぱりね出さないといけないかなと思うんですけれどももう皆さん聞いていただいてわかるようにねあの堂本剛さんという方はもうもはや ジャニーズのアイドルさんではありますけれどももうねアーティストなわけですよええで私が今回ランキングつけさせていただいたのはこう歌うまランキングねトップ10、まあ、これ解釈の違いもあるかもしれないですけどもうね歌がうまいのは当たり前ですでその上にいろんなこうアレンジであったりね堂本秀平さんのセンスで、ええまあ、曲も作られも詞も書きますしね えー、歌い方もたくさんのもう歌いましょう持って自由自在に操ってるもうもはや魔術師的なね、えー、歌いましょうするような感じですからもう好みですねこれ <laughs> そういうのが好きな方はあの1位に、えー、される方もたくさんいると思うんですけど私の中では純粋な歌のうまさということだけで言ったらですね もう剛君の歌の場合は純粋なうまさの上にいろんなこうおまけが乗っかってますからちょっともう探っていくのが大変なぐらい根本がうまいことは分かるんですけどえだからね明日の方のもうネタバレみたいになりますけども明日の方はもう普通なんですよもう本当に何も加工しないでただただえテクニック的に素晴らしいなと思う方で剛君の場合もそれは大前提で。 いろんなことをもう上に乗せてきてそれはそれでも形として出来上がってるわけですけど、えー、だからももうどっっちがいいいてこともないんです <laughs> 結局何が差なのかよくわかんないですけどまあ、私の、えー、好みはね純粋に上手い方、えー、そしたらんかあの剛君がダメみたいに聞こえちゃうと全然違うんですけどあれだけこういろんな歌い回しとか表現力を出すということは本当に土台がしっかりしなきゃできませんので。 土台がしっかりしてることはもう十字分かってるんですけど、えー、それを素で出してもらってる方を私はまあ選ばせていただいたというだけでねまあ先ほども言いましたけどアーティストでございます、えー、もう私はあの結構年齢を重ねておりますから昔々「ラブラブ愛してる」という番組でね k i、えー、キ k i k i d s のお二人堂本剛んと光一君がですねギターを初めて持ったところからテレビで。 見ておりましてまさかあれから何十年経って剛君がこんなアーティスティックな方になるとは思わなかったですからいや本当素晴らしいなと思いますしもうあのミュージシャンのね、えー、実際方たちももう剛君のことはアイドルじゃなくてミュージシャンだと、えー、言ってる方もいるぐらい。 え私があの音楽を始める、えー、きっかけになったね、えー、大好きな、えー、アーティストなんかもそういうふうに言っていたりもしましたので、えー、もうプロが認めるアーティストということでもう私の1位の称号なんかなくてもですね剛、えー、さんはもうすでに輝きまくっておりますので一応順位をつけさせていただくと2位と1位になりましたけれども皆さん待っていてくれた方はお待たせいたしました第2位は k ンキ k キッズの堂本剛さんでございました。